皆さんこんにちは。ディズニー360 VR チャンネルへようこそ。撮影を担当しております溝口です。今回はですね、このアクアトピアの不人気ぶりについてですね、なんとかする方法はないかという、まあ誰も得をしない雑談をですね、3分弱にわたってしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。でですね、このアクアトピアがこうなんでこんな人気がないかっていうことを言うかというと、もう私の動画の中でですね、もう再生数がダントツに悪いんですね。でこれシステムとしてはですね、プサのハニーハントと同じシステムを使ってて、非常に高度な制御をしているんですね。でおまけに、これ分かる方は分かっていただけると思うんですけど、こう水の上を動きながら、これ当然モーター駆動だと思うんですけども、こうバッテリーにですね、こう電気を給電するって、これとんでもない大変なことをしてるシステムなんですね。なのにこう報われないというですね、こう非常に不遇なアトラクションになってます。でこれも何が原因かってもうすぐ分かりまして、 BGM がこう何もないんですね。こう乗ってる間、これ大変寂しいですよね。でもこう今更こう BGM をつけてなんとかなるとは思いません。で個人的にですね、こう最後のこうなんかこういい方法として考えられるのはですね、こう今ちょうどまだ研究段階なんですけども、まあ、VR とか AR とか、まあ、そういう技術があります。その中でも AR っていうのはですね、メガネをかければこの現実空間にですね、いろいろなキャラクターを合成することができるんですね。ですのでこれ今見えてる岩場の上にアリエルとかっていうのも簡単に合成ができてしまうわけです。ただ残念なことにですね、多分その電脳コイル的なメガネがこう一般的になってる頃は、このアトラクション以外でもそれを皆さんが使ってる可能性があり、このアトラクションのオリジナリティっていうのがですね、出せるのかはちょっとよくわかんないですね。というわけでこのアクアトピア前途多難というですね、もう悲しいオチになってしまいました。でもせめて BGM つければね、変わる気がするんですけどね。というわけでまた次回。